まずは具の準備です。ピーラーで皮をむいた人参、紫キャベツは千切りにして、ひとつまみの塩で揉みます。ゆで卵、トマト、アボカドはそれぞれ幅7ミリに切ります。次に具を重ねます。テーブルの上にラップを横長に敷きます。2枚のパンにマヨネーズを塗り、そのうち1枚を置き、レタス、紫キャベツ、人参、ローストビーフ、卵、トマト、チーズ、アボカド、パンの順に重ねます。ポイントが2つあります。1つ目は具を横長に置きながら乗せていきます。2つ目は具がこぼれそうになったら手で押さえながら乗せていきます。ラップをパンに巻きつけるようにしてきつめに包みます。再びラップを敷き、具を挟んだパンを置いて、巻いてない方向にも巻きつけます。四方をラップで巻いた状態にします。ラップごと包丁で切ります。切るときは横長に置いた具に対して縦に切ります。紫キャベツの彩り冷製パスタを作ってみましょう。紫キャベツは8分の1をざく切りにし、熱湯で1分茹で、ざるにあけます。トマト4分の3個、アボカド4分の3個は一口大に切ります。パスタ 160g を時間通りに茹でて、冷水に浸し水を切ります。ボウルにオリーブオイル大さじ2、塩小さじ1、ブラックペッパー少々を混ぜたら、紫キャベツ、トマト、アボカド、ツナ缶1つ分を入れてなじませます。最後にパスタを絡めれば出来上がりです。